回はラブライブのウェアハウスを3つ買ってきました。パッケージはこちらの2種類になってます。こちらは音の木坂学院の制服みんな着てますね。こちらは僕らは今の中でっていう曲の衣装ですね。でラインナップはこちらブロマイドカード9種類ストーリーカード8種類とミュージックカードが7種類の全24種になってますね。ではまず早速こちらの1袋目開けていきたいと思います。まず1枚目は誰が出るんでしょうか。いきます。じゃーん、わーりんちゃんが来た。かわいい。2つ目開封します。さあ2枚目は誰でしょうか。出れば完璧ですね。まあブロマイドカードだったらみんな誰でもいいですかね。じゃあ3枚目開けていきます。ブロマイドカード来い。お、違った。これはストーリーカードですかね。かわいい。今回はこの3種類が出ました。まずこちらストーリーカードです。こちらは本当に最初の頃の話ですよね。この3人だった時の話ですね。こちらほのかちゃんの笑顔がとても素敵ですよね。で裏はこんな感じになってます。でそして小鳥ちゃん来ましたね。可愛いですよね。でこの小鳥ちゃんこのシーン大好きなんですよ。可愛いですよね。で後ろはこんな感じですね。そしてりんちゃん来ました。すっごい可愛いですね。この顔がすごい可愛くて好きです。で裏はこんな感じで同じですね。この中に入っている台紙にこのシリアルナンバーが書いてあるんですけど、そのシリアルナンバーでこのティータイムガールっていうものに投票できるみたいです。で、ここに書いてある時代以降商品にて書き下ろしイラストのカードとなりっていうことなんで、次が出るっていうことなんですごい楽しみですね。で私はこのりんちゃんと小鳥ちゃんとあとニコちゃんに投票しようかなと思っています。それでは今回はラブライブウェハースでした。